からね。さあ後ろを確認していますがペーサーが外れました。ペダドンです。泣いても笑ってもこの残り3周です。あ、どういくのか。さあ様子を見合う立ち上がりとなりました。ウネキ選手が後方から様子を伺っていますか。そうですね、4番ブルーウネキは一気に行きたいというような姿勢も見えますが、ここで出てきましたか。3番レッド木村が漕いでいます。さあ6番グリーン稲垣もついていこう。堀江選手も合わせて飛んでいきますね。堀江も来ました。この辺りスピードスターたちが集まっているこの12レース決勝です。さあ3番レッド木村がまず先頭に出ました。2番ブラック堀江もスピードがあります。稲垣選手と木村選手が張り合ってますが、そうですね。さあスピードがある2人が先頭に来ている。お二人の取り合いになるのか。後方から佐藤選手が追い上げますが、さあさらに後方からは5番への木村も来ています。これ間に合うかどうか。2番ブラック堀江が出てきました。3番レッド木村が抜かれていたが、第3コーナー第4コーナーバーで重いストレッチ、このままフィニッシュ。2番ブラック堀江逃げ切りました。逃げ切った、押し切った、ガッツポーズ。来ました来ました来ました、来ました。最多優勝来ましたか。これはそうです。5番への木村も肩を叩きます。ファイナルアップスローで見ていくでしょうか。1番ホワイト堀江もついていこうというところ。ここでペダルオンです。まずは2番ブラック村田が先頭に出ました。さあ1番ホワイト堀江も後ろについていきたいところですが、5番イエロー佐藤しっかり突っ張ってますね。バッティングしました。はい、1番ホワイト堀江は前にできるかというところですが、2番ブラック村田、さあここは並走になりますが、1番ホワイト堀が前にできりました。4番ブルー荒川が前に出てきました。さあ若手がどんどんと出てきます。この上3番レッド藤井もここで出てきました。前に出てくる前に出てくる。さあ多くの選手が切っていく切っていく中で、この若手の選手前2人になりました。3番レッド藤井が前にできりました。ファイナルラップです。残り1周。さあ1番ホワイト堀江、ここでまたスピードを上げてきました。ぐんぐんと伸びていく堀江、道の領域 V7 に向けて、この第3コーナー第4コーナーまでのオーバーストレッチ、最後ストレートで伸びてくるかどうか。フィニッシュ。1番ホワイト堀江翔吾、 V7 に向けて素晴らしい走り、先頭通過となりました。いやー最後苦しい展開になりましたけれども、ナンバーワン煽っています、1番ホワイトの堀江。さあファイナルアップスローで見ていきましょう。さあ前人未到の V8 なるか堀江、それとも並ぶか1番ホワイトの伊藤です。そんな中でまず動いていきました4番ブルーのマクネ慶一郎。川村選手もついて、これは激しい展開になるかもしれないですね。さあいよいよ残り3周ペダルオンです。いきましょう。さあ嵐の前の静け坂、まずゆったりとしたペースから徐々にここで一気にペースが上がっていきます。5番イエローの川村が先頭、その後ろからは3番レッドのタレヤ、そしてその後ろついていきました2番ブラックの堀江翔吾。さあ先頭は3番レッドの皿谷豊、その後ろから来ました2番ブラックの堀江翔吾、はい、前人未到の V8 なるか。今ファイナルラップ、さあ一気にペースが上がる。2番ブラックの堀江翔吾が先頭、その後ろかなり差がついた。このまま決まるか、自らの記録を伸ばすか堀江翔吾、今先頭でフィニッシュ。圧巻の強さ、堀江翔吾が先頭通過、ラウンド28ファイナル。